第3試合、タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー130番の谷山みなよろしく。140番の遠藤信英勝負、吉田麻里子、深川由美対遠藤延谷山美奈。さて小川さん、これは図式的にはどうなんでしょうか。やはり遠藤谷山が吉田に どれだけくらいついていけるかというところがポイントになるんでしょうか。そうですね、4選手のうち吉田だけ一つ頭が抜け出るというか、はい、だからこの中入ると貫禄がありますよね、はいはい、あとは深川由美の頑張りですね、はい。その深川が初っ端集中砲火を浴びる。いいですね、遠藤。遠藤は横浜出身なんですよ。あ、なるほど、はい。あの人には早くヒールになってほしいですね。体はすごいですからね、肉も徐々についてますしね、はい、遠藤は特にこの深川と相対するときっていうのは闘志がまた一層ありますね。深川なんかなんて感じですか。あ、それはもうみんな思ってるじゃないですか。深川なんかなんですね。まあ、それが若い選手の中で一番前面に出るのは遠藤ということなんでしょうか。ここでフォール。あと吉田深川というコンビも、はい、まあ、人気コンビというかアイドル系ですか、はい、でもあの深川もあのチャイナドレスやめればいいんですよね。あれ似合わないですね。選手ですよ、はい、あ、面白いですか、はい、あまり皆さん知らないと思いますけど、ね、ユーモは割と新しいです、僕にとっても。あ、面白いですか。結構ファイトのある選手ですよ。サブローみたいなタイプですか。まあ、やがて沼っとしてはサブロー見たくなるんじゃないですか。タイプとしては。そうですか、まあ、尊敬する選手が井上京子選手ということで、はい、でも望みはでかいですね、はい、自ら井上京子の付き人買って出てますからね、まあ、座右の銘も、まあ、人がやらなくても自分だけはやらなくちゃいけない、バイ京子さんということですから、相当具体的な大きな目標というのがあるのは、やはりそれだけ本人にとっても前進する糧にはなりますよね。まあ、あの井上京子のプロレスがやりたいというところから見れば、プロレス的センスは感覚的なことですけども、結構いいセンスをしてるんじゃないですか、はい、あの今まであまり目立たなかったですからね。やっぱこういう場所にどんどん出てって谷山っていう選手がね、はいはいはい、どんな人か覚えてもらった方がいいと思うんですよ。もうこの格好でこの水着じゃかなり透明人間に近いですもんね。で、あのウリカから吉田がエルボートス。やっぱ体もでかいんですね、あの吉田の台というか、はい、この辺のクラスに来ると厚みが二回りぐらい違いますね。別格ですよ。ミゲルもクリーンヒット。吉田麻里子は生き生きしてますね、このポジションになると、はい、やりこはどういうことなんでしょうか。楽しくプロレスができるということなんでしょうか。それとも若い選手をリードする嬉しさみたいなものもあるんでしょうか。吉田麻里子の味というのが出るということじゃないですか、はい、これは気がため。だからこのメンバーでね、どんな試合かっていうファンの人はあまりはっきり期待してなかったと思うんですけども、はい、まあ、結構やってるんじゃないですか、ね、そういった意味ではとダブルデールボー。いや、この人たちを動かしてすごい試合やっちゃうっていうことは、その吉田のプロレスラーとしての力量も問われるんじゃないですか。はい、深川なんか面白く動かせば ね、まあ、逆十字決まってますよね、はい、あの嬉しいフライドが、おっと噛みつき、これ噛んで逃れるというセンスがまたね、ユニークで。でも褒められたね、あれじゃないですけどね。この野郎おかしいだろ、ね、いいですね、お返しドロップキック。そして男で丸め込んだ。確かにカントワン、けなげといえばけなげ、あんま上手くないといえばあんま上手くないというか、あのドロップキック、これはどうだ。もう深川もね、やっぱりどんどんもう後輩入ってきてますからね、はい、頑張っていかないと。一
一応人気はもうかなりね、やっぱり知名度ありますからね。はい、深川も闘志が少しずつ前面に出るようになってきたんじゃないですか。あ、闘志ありますよ。あと自分をやっぱりどう作っていいかということを常に考えてますから、はい、そうですか、いいですね。でもね、深川みたいな選手がやっぱここまでできるって言ったら悪いんですけど、できるようになっちゃいますからね。ここまでできる、うん、だからルックスでテスト受かったわけじゃないでしょうか、うん、まあそういう部分もあったじゃないですか。あ、この選手いいから取ろうと、首脳陣が。ただ、ウレスってのはやっぱりね、一日一日の積み重ねですからね。はい、いや、ほんといつにも増して厳しいぞ、遠藤。遠藤いいですね、結構ね。そしてデリスロンからホール反発。そのうちフリーダムフォース一人こういう中からスカウトしないですかね。新人の中から、ええ、雑用係つっちゃあれですけども、5人目のね、今ホーホースマンですからね。ホースウーマンですか。ウーマンですね。で、ここで吉田がコーナーから激へ飛ばすが、深川どう出る。で、丸め込むが、これはどうだ。ワントツー、そして吉田にチェンジ。ところが合体のドロップキック。これで拍手が湧くというのも、いや、今の吉田真理子のお姉さんぶりが微笑ましくて、それで拍手を送ったんじゃないですか、みんな。なるほど、はい、そしてこの叩きつけからのエルボー。もう一発ですか。今度は2位狙ってるんじゃないですか。あ、あるんですか。あ、しかし遠藤にしても谷山にしてもやはり今日この今エルボー打った後、はい、あ、ごめんなさい、あ、どうぞ。今エルボー打った後なんか吉田真理子非常にどんな問題っていう自信たっぷりの顔、はい、表情を見せましたね。トコバク、なんかドロップキックの速さ一つでも全然違いますね。で、ここで深川がまたしても集中砲火を浴びる。コーナーでドロップキック4連発。さらに美味しいですね、なんか。いや、なかなか面白いタングマッチですね。面白いですね、はい、谷口選手も気に入りました。谷山、ね、はい、谷山、ごめん、それさえわからないというだんだんね、こうやって失礼でしょ、すんません。名前覚えてもらうんですよね。谷山美穂でも今日みんな、みんなというかある程度覚えるんじゃないですか。そうですね、今日のお客さん、せっかくのこの広めの、お、これはうまい。スター流のヘッドスターズの回転型ですよ。ちっちゃいから、ちっちゃいからできるというね。まあ、しかしお客さんも今日のこのタックマッチは失礼しました。ちょっとさっきの、おっと、これか、はい、これですね。深川がゴロに入るが、もう一発膝に落としてゴール。お、これをカウント数で返した。お、谷山、谷山、谷山、いいぞ。美味しいですね、この人。今日お客さんにも谷山美奈の名前を覚えて帰っていただきましょう。美味しいですよ。あった、いい、あの美穂、やっぱりこうやってね、吉田が一人入ることによって、はい、なんかみんな生きてますよね、いいですね。このおなじみの攻防そして顔をフォローに回して吉田がとコーナー回る。そしてニュートラルから飛んだブランチャー、張りまとめて投げ倒した。場所を指定してたのが良かったですね。こっち持ってけ、こっち持ってけ。吉田真理子、久々の笑顔のプロレスじゃないですか。そうですね、万歳もありますしね。で、ここで川に遠藤を据えさせて、これで見せるっていうのすごいですよ。